本でも売れるか分かんないぐらいさ。そうだよね、だってこの前もそのアポロガイスト売れ残ってたって聞いたのに。アポロガイストって一番人気あるやつじゃんとか思ったの。衝動をアウトサイダーの2なんだね。じゃあそれね、うん、アポロガイスト以外他にだってあの立体化させられる怪人なんていないじゃんとか、平成ライダーいるかもしれないけど、はい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 、昭和ライダーでアポロガイスト以外考えられないよとかって、はいはい、これ絶対売れるでしょと思ったけど、最近はあのジャーク将軍はいたけど、ああジャーク将軍ね、うん、そうそうそう、いたけど、でもそう、うん、アポロガイストはなくななんか あったね、うん、普通にね、そうそうそう、これが残んじゃもうあと2ないもんねとかそういうレベルなんだ、そういうレベルだよ、そう、ほんとそういうレベルで、あと立体化したって売れねえよ他の怪人なんて。あ、そう、うん、逆に結構前だとあのショッカーとかさ、ああ、まあ